今日髪の調子悪すぎるよ。さてと、今日はまず何の話を、じゃああの話しよっかな。あの先ほどツイッターにあげたんですけど、先日あのジョン・マイ・ラブで共演させて、あの共演した井上珠美さんが出演していらっしゃいますエリザベス・アーデン VS ヘレナ・ルビンスタインのミュージカルを見に行ってきました。イエーイ。もうね、まあその今回はまたそのジョン・マイ・ラブで共演した方が出演されているっていうのもあって、そう絶対見に行きたかったっていうか、あのその井上珠美さん、私タマさんって呼んでるんですけど、タマさんがキャスト写真見せてくれた時からもう絶対見に行きたくて、そうめちゃめちゃそうキャスト写真が、あのタマさんがピンクの衣装を着てる写真なんですけど、それがめちゃめちゃ可愛くて、もうみんなでキャーキャー言ってもう絶対見に行きますって言ったので、そう見に行けてよかったです。そう、タマさん大活躍で本当にかっこよくて素敵だ、素敵で、もうそれに主演のお二人ももうめちゃめちゃかっこよくて、というかもう全員かっこよすぎて、もうほとんど女性なんですよ。まあ、ほとんどって言っても男性は何人かいらっしゃるんですけど、まあ、女性陣の方が多くてキャストは。みんなかっこよくてもうキラキラしてて、でも今回はめちゃめちゃ衣装が可愛くて、でもう全員着数が多いんですよ衣装の。あんまりネタバレはできないかもだけど、特にあのエリザベス・アーデンは特に衣装数多くて、そうヘレナ・ルビンスタインも衣装は多かったんだけど、本当に衣装が多いんですよもう全員だからね、もう本当にもうあの衣装もいいしあの衣装もいいしみたいな、もう私の好みドンピシャなんですね、もう全部全てが。そうだから本当目がいくつあっても足りないぐらいもう素敵な衣装がいっぱいで、そうなんかもうその衣装をもっとじっくり見る時間が欲しいって思ったぐらいにはマジで素敵でした。見に行けてよかったです本当に。見に行けてよかったです。
で今回もグッズもめちゃめちゃ可愛かったんですよ。そうミュージカルのグッズが超可愛くて、何か買おうか迷って結局買わなかったんですけど、パンフレット以外は。そうめっちゃ可愛くて、そうやっぱその今回のミュージカルがどちらもまあコスメなんですね。そのエリザベス・アーデンもヘレナ・ルビンスタインもコスメなので、まあやっぱそれ関連だからこそすごいマジで可愛いグッズがいっぱいで、そう一番びっくりしたのはタングルティーザーっていうちょっといい櫛があるんですけど、そのタングルティーザーのそのミュージカルオリジナルで作られたグッズがあって、それもめっちゃ可愛くてね、買おうかどうか迷って買わなかったんですけど結局。そうそうそう、なんかもうね可愛いが溢れてましたね。まだまだそのミュージカルは上演されていますので、ぜひ気になる方は見に行ってみてください。まあでもあんまりね基本的にミュージカルのグッズ買わないんですよね。そうそうそう、基本的には買わないです。あとあんまりちょっとねお金を使えないので今月そう、でもまあそう通販でも買えるかなと思ったらね、タングルティーザーは売り切れてました。さすがです、さすがです。はい、まあそういうことがありましたよと。あくびしました。髪すごいことになってて、ちなみにタングルティーザーってこれね、そう私はそうアナ雪のを持ってるの。これはねお姉ちゃんにスタンプレでもらいました。めちゃめちゃいいんですよこのタングルティーザー。まあ、ちょっとでも今日の髪はそのタングルティーザーでもカバーしきれないぐらいにちょっとまとまってないんですけど、さてこっから何の話する。ある程度したら今日も日本全国のお土産見ようのコーナーやるけど、ちょっともうちょっと別の話したいな。
ああ、ちょうどいい温度。今日はね、1万2千歩歩いたからなのか、ちょっとだけ疲れた今日はいっぱい歩こうと思って、まあ、1万2千歩ぐらい歩けたらいいなと思ったら本当に歩けました。そしたらちょっと疲れが来ちゃったね。だからちょっと何も喋れません、ごめんなさい。ダメだ、本当に何も喋れない、ごめんなさいちょっともうね、ぼーっとしちゃうや。ちょっとやっぱ力を使い果たしてるのか、ちょっとね、お土産でキャーキャーできる気力がないかもしれない今日は。あ、でもできれば中国地方はねやりたいけどね。そうそう、何喋る？みんな。なんかあるかな？あ、ちょっと再度宣伝だけしとこう。再度宣伝なんですけれども、朗読劇の長久保孝一の極めて怖い話2023に出演させていただくんですけど、申し込みがもう先行受付が始まっていますので、もし気になる方はぜひ見に来てくださったら嬉しいです。7月16日出演日でございます。なんか申し込みページでなんかなんだっけ、役者選ぶところみたいなのあるんで、もしよかったら高岡カオルを選択していただけたら嬉しいです。お待ちしております。お待ちしております。
応ねやっぱ宣伝もしておきます。あ、見に行こうと思ってます。ありがとうございます。当たりますように。当たりますように。そういえばあさってあれなんだよね、サムネイル公演なんですよね。なんか2ヶ月ぶりとかなのに行ける気がするとか思っちゃってるんですよ。ちょっと心配になります自分が、はい、まあ、今回が2回公演でお昼が女性限定公演で夜がみゆちゃんの生誕祭公演なんですけど、見に行くよっていう方いらっしゃいますか？どうなんだろう、今回私の、あのルンバニアはいらっしゃるんでしょうか。本日は、本日はじゃない、今回の公演はルンバニアいるかな。女性限定公演ってあんま出たことないんですよ。初めてではないとは思うんだけど、初めてかもしんないけどね、ちょっと本当に覚えてなくて。でもなかなかないからね、結構もう女性の黄色い声がめっちゃ聞こえるみたいな、なんか一回あるような気がするしないような気もするしっていうめっちゃ微妙な感じなんですけど、はい。楽しみです。髪型どうしようかな。頑張ります。サムネイル久しぶり、本当に2ヶ月ぶりですね私は、うん。
ダメだ、今日めっちゃ疲れちゃってるね私めっちゃ疲れちゃってるよ。なんかあるかな、話すこと、話せること。何かね、質問したいこととかあったらぜひ送ってください。今日はもしかしたらお土産話できないかもしれないできないかもしれない。今日はまあね、あ、そうだ、まあ今日はね、朝っていうか夜中なの、あれはちょっと関東の方で地震があったみたいでね、結構大きかったみたいで、そう、本当に最近いろんなとこでね地震あるから、本当に皆さん気をつけてください。はい、特に今日は何も買ってない。ああ、まあ、強いて言うなら100均に寄ったぐらいですね。そういえば買ってないは嘘だったわ、100均には寄りましたね。本当は買おうと思ってたものあったけど、あの通販で買った方が安かったのでそっちで買った。100均はね、まあ一番よく行くのはダイソーですけど、うん、まあどこの100均も好きですよ。ただなんかあのタッパじゃないな、あの使い捨てできるタッパーみたいなのあるじゃないですか、あの電子レンジ対応の、あれはダイソーのをよく買いますね私は。そうそう、マイブーム特にないかもしれない。
毎回言ってる気がする。前部分特にない気がするって。まあ舞台感激、ミュージカルの感激、まあマイブームとはまた違うんですよね、私の中で。そう、まあ最近見たい作品が多いっていうだけな気がするから、ちょっとねマイブームとは違うなって思ってます。はい、ブロードウェイミュージカルはあんまり見たことないですけど、まあ実際見たことはないのか。あのウエストサイドストーリーを映画館では見ましたけど、え、まあでもあれ映画だからね、またちょっと違うのかもしれない。好きな劇団、特にないです。特にないです。これからできたりするかもね、もしかしたら。お母さんからね、ウエストサイドストーリーは確かハッピーエンドだった気がするわとか聞かされてたのに、お母さん全然ハッピーエンドじゃなかったよって思って、全くハッピーじゃないよお母さんって、あの映画から帰ったら言いました。あれそうだっけって言われて、もう完全にもうお母さんも全く悪気はないんですけど、完全にもうね、全、いやもう全然ハッピーエンドじゃないやんって思いました。そう、多分なんかのストーリーと混ざったんだと思う。そう、まあ、マイブームって言ったらまた微妙だけど、最近はよく聞く音楽は、二人はプリキュア、マックスハートのオープニングか、あの推しの子のオープニングである夜遊びさんのアイドルとか、あのディズニーのあのアニメーション映画のムーランのリフレクションを最近はよく聞きます。最近聴く音楽はそんな感じかな。
そう、ムーランのリフレクションめっちゃ好きなんだよ。うん、めっちゃ好き。ちょっと鼻歌を歌っちゃいそうなんですけど、ショールームでは歌えないので我慢します。でもあとはこれはなんか最近に限らずなんですけど、たまにやっぱ広瀬香美さんのグルービーは聴きます。あーでもあと最近はあれかな、なんかもう大食い動画見ちゃう。そう大食いの動画見ます。あのなんか ASMR ってあるじゃん、まあ、私あのあれ咀嚼音でいいのか、咀嚼音合ってる？ちょっと急に不安になってきた。でいいのかを、なんかあのイヤホンなしで聞くのが割と好きで、そう、なんかそれをでめっちゃ食べるんですよ。そのだいたい ASMR で咀嚼音やる人って、だいたいじゃないけど食べる人めっちゃ食べるんですけど、なそれ見てうわすげえなーって、なんか美味しそうだなって思って見てる。あとは最近の、まあこれはずっとじゃないけど、違う、マイブーム、今のマイブームではないけど、インスタで美味しいご飯屋さんをもうずっと見てます。もうこれはねマイブームとかじゃなくてずっとやってる。そう、まあ、基本的に私 ASMR は聞くんですけど、イヤホンで聞きたいのはやっぱささやきとかハンドサウンドなんですよ。で咀嚼音はあんまりイヤホン、もう咀嚼音自体全然聞かない、もう特定の人のしか見ないんですよ。そう、基本的にささやきとハンドサウンドが好きなので私は。そうで、なんか美味しそうだなって見たり、食べ物関連だな、まただいたいインスタで調べてます。もうご飯屋さんをずっと調べてて、ずっとずっと調べてる。もうねどんどん増えていくばかりです。だいたい東京か愛媛か愛知か福岡です。美容院でハサミでカットされる音が好きです。ああわかる。だからあの美容院のあのなんかロールプレイっていうのがあるんですけど、美容院のロールプレイとかめっちゃ好きです。ハサミの音いいよね。そうなんですよ。
でまあ行ったことあるところはあったかな、一つもう一つはもともと友達が誘ってくれたやつだから違うんだけど、まあ一つは気になってた餃子屋さんがあって、でちょうどなんかハッツがすごい餃子が食べたいみたいな、餃子欲がすごいって言ってる時があって、でまあじゃあ一緒にご飯食べる時に、じゃあ私なんか餃子インスタで見かけてもう保存してるやつあるからこの中から行きたいとこ行こうよって選んで行きました。ハッツとカレンちゃんと3人で餃子食べに行きました。でもう一個はハンバーグ屋さんなんだけど、これは私がっていうよりかはまあ、友達って言ってもあのジョンマイラブで共演した岡崎東子ちゃんがとなんか遊びたいねみたいな話があったんだけど、まあ、ちょっとその日は一日中遊べはしなかったから、じゃあ一緒にご飯食べに行こうってなって、でその東子が気になってるお店あるんだよねって言って、ここどうって言ってくれたとこがめっちゃ美味しそうだったからそこに行きました。そう、せっかくだからじゃあ言うか、どこ行ったか。待って、遡るからちょっと餃子屋さんに関してはね、名前はちょっと忘れちゃったからちょっと遡りますね。マジでねもう増えていく一方なのよ、困っちゃう。どんだけ保存してると思ってんねん私。じゃなくてこれかな、これで出てくるかな。やべ、これなんだけど、そういえば名前はこれ、ちょっと待ってね。これだね。でっかい餃子ソさんの店、ここです。ここに行きました、ハッツたちとは。めっちゃ餃子が大きくて、これここだよね、ここめっちゃ大きいんですよ、本当に大きいの。1個がめっちゃ大きいんですよ、ほんとこんぐらい。あ、モバメで読みました。マジ遅、出すの遅、もう私行ったの2月とかだから3ヶ月遅れ。こんぐらいのね大きい餃子をいっぱい頼みました。そう、もういっぱい頼んで、他にもいっぱい頼んで、もうね頼みました、食べました。焼き餃子美味しかったです。でも水餃子だっけ、それも頼んだ確か。でも大体焼き餃子だったかな。餃子はね、何もかけないのが好き。でも何か選んでくださいって言われたらポン酢です。私はいつだってポン酢なの。そう。で、トウコと一緒に行ったのがハンバーグウィルっていうところです。そう、ハンバーグ屋さんなんだけど、めっちゃおしゃれなとこなのよ。結構でも並んだけどね。そうそう、めっちゃすりゃえってなって、私なんかベーコン包みみたいなハンバーグ食べた。めっちゃ美味しかったよ。で温泉卵付きで、なんだっけ、ハニーマスタードソースみたいなやつにしました確か。はいだいぶ忘れてるいや多分合ってる。いやでもなんかね、そう本当に行きたいお店ありすぎて、
何個保存してるんだろうか私は。まああの多分かぶってるところもあるんですよ、その投稿だけでも、その一つの投稿でいっぱいなんか5、6ぐらいお店あるから、やべ保存済みの投稿263件。まあその中でも多分かぶってるの30店舗以上あると思うんだけど、さすがに保存しすぎじゃない。あ、なんか餃子フェスみたいなのもあって、なんか保存するだけして結局行けなかったからな。餃子フェス行きたかったな、ちょっと餃子フェス。そう、めっちゃね、マジで、あ、外食、私なんか食べたいんだなって思った。そう、なんか食べたいんだなって思いました。あ、じゃあ今のうちにあの浅草の食べ歩きしたところも口頭ですが伝えますね。どこだっけ、まず黒毛っていうあのチーズメンチカツですね、黒毛っていうお店の。あとはこれは花月堂でいいのかな、花月堂っていうメロンパン屋さんがあるんですけど、そこのメロンパンを食べたのと、あとね黒毛和牛のカレーパンを食べたんだけど、お店の名前をね忘れました。はい、最近ね、私ちょっと明太子グルメにちょっと惹かれるんだよね。明太子グルメを調べるのがマイブームかもしれない。どういうことってなるけど、そう、明太子グルメとあの餃子とかもね、あの、ま、多分マイブームなんだと思いますわ。で、一応これご飯屋さんって書いてるけど、これご飯だけじゃなくてスイーツも別につけてるからね。東京スイーツ、ああ40件保存してるんだ、普通だな。でも最近はね、やっぱその愛知を調べちゃうんですよ私。あの愛知に行きたいあのカフェスイーツがいっぱいあって、食べたいスイーツがいっぱいあってっていうのがあって、なんかちょっと秋田のご飯、秋田じゃない愛知のご飯になんかもうめちゃめちゃ惹かれるんです。あと食べ歩きは食べ歩きっていうもう枠作ってる私の中で。まあ今食べ歩きでどこ一番行きたいですかって言われたらもう私は築地って答えますね。はい、あー行きたい、食べ歩き行きたいな。さすがに大阪は行けないけど。そう、まあ大阪も大阪でね気になるスイーツいっぱいあるんですよ。言うて11件しか保存してないのか。まあ、インスタでご飯屋さんは見るね。マイブームとかじゃないけど、もうこれはずっとです、ずっと。本当にずっとですね。
まあね、ごはん屋さんはほんとずっと見てますね。マイブーム限らず。まあそんな感じかね。よいしょ。じゃあちょっと一瞬待っててください皆さん。ただいま。早かったです、すいません。でもそうね、まあマイブームの一つになるかな。明太子はちょっと私の中で最近来てる。あ、そんないっぱい食べないんだけど、なんか明太子系のメニューだったらついついちょっとじゃみたいな感じになる時がありますね。そう、愛知ね、名古屋もあるんですけど、名古屋じゃないところとかもあるんですね。そうだから、もなんか、あ、ここのお店気になるっていうのが結構愛知率高い、愛知か福岡が高いですね。そうそう、なぜか本当に知らんけどなぜかそこが高い。あとはもうマイブームじゃないけど唐揚げは大好きですね。まあこんなに唐揚げ好きなのは絶対お姉ちゃんの影響だけどね。お姉ちゃんがもともと唐揚げが大好きで、でもなんか気がついたら私も唐揚げ大好きだになった。いや元から好きなんだけど大好きになりましたね唐揚げは。でも明太子というか、まあ、たらこと明太子私分けて言っちゃってるけど、でもその明太子最近本当に最近好きになったので、まだまだね全然食べたことないんですよ。そう、炙り明太子は食べたことあるけど、ご飯と一緒に食べたら美味しいよねマジで。だからまだまだ明太子料理はね、まだまだこれからなんですよ。明太子パスタ食べたっけ、てかたらこパスタ食べたっけ、やっぱり覚えてない。そういえば結局和風明太子ドリア食べてないんですよね、セブンイレブンの。そう、大分見たら鳥天思い出した。鳥天大好きなんだよ。鳥天めっちゃ美味しくないですか。違う、めっちゃ美味しいですよねなんで今直した。鳥天めっちゃ美味しいよね。そう、鳥天大好きなんだよ。鳥天はね、私のお母さんがよく作ってくれるんですけど、そう、美味しい、美味しい。そう、丸亀製麺の柏天も好きだしさ。あとはそれで言うとブームっていうかあれだけど、ちょっと焼き鳥欲が最近すごいかな。なんか最近の私のこれ食べたい欲として強いのは明太子系の料理、餃子、焼き鳥、あとなんだろう、あ、もう料理じゃないけど米だ料理名というよりもお店なんですけど米だって感じかな。甘いものではないね最近は。食べたいなって思うことが多いですね。あ、でもそういえば唐揚げくんのなんか濃いチーズみたいなのあるじゃないですか。あれ食べたいんだけどね、なかなか唐揚げくん買わないからね。そうそう、でも
こんなにね唐揚げ好きなんだけど、愛媛県にある唐揚げ五市には行ったことがないんですよ。なんか一回行こうとしてたけど、その時は結局行けなくて。唐揚げ五市行きたいな。このてりたま唐揚げ定食食べたかったんだけど、もうやってないのかな、まだやってんのかな、微妙だね。でも行きたいんだよね唐揚げ五市。唐揚げはねずっと食べたいからね、もうはい、もうはい。まあ食べ物のことはもうねマイブーム限らずずっと考えてるし、ずっとお店も探してるしね、やっぱ大食いの動画も見るし、人が食べてる動画見ちゃうからさ、なんか私やっぱ食べたいんだ、食べたいのかなって思っちゃうんだよね、わかんないけど。でも誤解はしないでほしいけど食べてます、はい。でもちょっと最近ずっと鶏胸肉を夜食べてたらちょっとね飽きてきた、ちょっとピンチです皆さん、飽きてきちゃった、ついに。ついに鶏胸飽きてきたよ、ちょっとねそろそろまずいって思って、ずっと鶏胸肉食べてるんですけど夜。そう、飽きが来てしまってはダメだからね、辛くな、途端に辛くなっちゃうから。そうそう、唐揚げ北海道ザンギが一番、あーわかる、あのナルト屋のザンギと半身揚げが大好きです私は。まあ前はね豚ヒレとか食べてたんですけど、まあやっぱ鶏胸の方が安いじゃん。そうっていうのもあってそれをずっと買ってたんだけど、さすがにちょっと飽きが来てしまいました、ちょっとピンチですね本当に。でも毎回毎回もう焼く塩こし、焼く以外のことしないからさ、そうどうしようって思いながら。でも今日であの調整デーが終わる、調節デーが終わるからさ、明日は好きに魚食べられる、よいしょ、明日は鮭を食べようと思います。ちょっとここ2日間タラを食べて、ちょっとねタラもタンパクすぎるからちょっと飽きてしまった。タラ結構1日とか2日でもういいやってなっちゃうから、明日はもう鮭食べます絶対に。はい、というわけでじゃあ今日はここ
ここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングを読んでいきますね。13位から13位ソランさん、12位川端慎二さん、11位川博さん、10位奈々田さん、9位ロミツさん、8位カリネコでも好きだよさん、7位メソさん、6位モノサルさん、5位ママさん、4位夏目さん、3位 TKHKG さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさーい。